例えば例えばって聞いてんだろうが <laughs> 例え話をしろよ、次の句は。あ、分かってるね、やっぱ女の子は <laughs>。ここら辺里いね。どういう原理なんだろうな人の恋心を察知する能力って。何これ全然効果なしじゃないですか俺にしがみついたまま、可能は子供みたいに頬を膨らませる。先輩をメロメロ してやろう作戦だったのに女の子に恥をかかせるんですか先輩のいけずいついなくテンション低いみんなと可愛い,いな <laughs> <laughs> でもあんまり作戦をターゲットに言うもんじゃないぞ <laughs> 努力は認めるけどさ急に変わったことされると驚きが先に立っちゃうっていうか男の人は単純だからあなただけに見せる特別な表情みたいなのにコロっといっちゃうって聞いたのにあの妹だいぶチャラついてんな <laughs> そんな偏見の塊みたいなやつの言葉信じんだよ単純を否定はしないけどお前 にはかなわずっとテンション低いね。<laughs> 慣れないことしてブーストかかってないのかな今日は。ちょっと女の子っていうか、メスっぽいもん。<laughs> 人間じゃなくて動物相手だと思っちゃうんだよな。わかったわかった。かわいいかわいい。俺は飯行くけど。狩野も行くか行く。いや、この後輩のたまに出るためご好き。<laughs> そして後輩に目がないところも好き。行くんかいお前が突っ込むかい <laughs> 妙にいいキャラしてんのに顔出してくんないんだよな。トの妹同様。学食ですすかそれと入部はどうします何のそれとだ <laughs> もはや学食が付き合わせになってんじゃねえかそれとってなんだよ昼休みのついでで決めることじゃないだろ。固くな,なんですから、どうしたら先輩は演芸部に入ってくれるんですかあ、いい踏み込んだ質問してんじゃない港これは。これで主人公がバッサリ切り捨てちゃった暁には、トどういう風に動くのか、ちょっと気になるよね。<laughs> だから入らないって。うー 誰に対してのチラだ <laughs> 周りの女の子を味方につけるとか、そんな外役プレイすんなよ。置いてくぞ。知らない教室に取り残さないでくださいよ。待、ま、ってやってくるのはビビんないくせに。立ち去るときビビんの何 <laughs> そのうち丸め込まれそうだなね流されやすいもんね、あいつ。<laughs> なんだかんだ言って、園芸部のお手伝いしてるし。うん、そのうちだろうね。そしてそのうちが、次の畑に行くことによって、叶ってしまうという感じかな。 今日の一日一前はサッカー部の練習参加。あ、そういえばまだそんなことやってんだ。一 <laughs> 日一前この前の行き先選択の時やってたっけ演芸部の手伝いか代わりだんだが、あんなにクラスのサッカー部のやつとか、顧問の先生に頼まれたんだから、成立はしてるとは思う。行ったぞ、アズマクリア思うが、若干の話が違う感は、すでにプンプンと漂っていた。え、部活の練習参加してって言われて、話が違う出来事なんて起こる <laughs> 練習じゃなくて、公式戦になってるみたいなお高い軽くって話だったのに、いきなり紅白戦に入れられて、センターバックやらされて、気づけばさっきからヘディングしかしてない。<laughs> なんか、プライマルハーツの主人公といい。なんでこんなエロゲの主人公たちは、フォワードとかミッドフィルダーやらないんだろう <laughs> どっちかっていうと、守り専門みたいなポジションを任せられること多いよね。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら、高評価、コメント、チャンネル登録、お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。